はい、始まりました。仮の扉チャンネルのとしくんです。本日もスターウォーズバトルフロント2実況やっていきたいと思います。今回48回スターウォーズスクワドロンのカウントダウンの方が31日となりました。1月ですね。ニュートレーラーなんかも上がりまして、情報の方も少しずつ出ているんですけれども、発売日が楽しみで仕方がないですね。今日やっていく内容なんですけれども、いつものランダムコープという形ではなくですね、最近よく、プレイしていて新規の方を見るんですけれども、そういった新規の方が、ゲームをどのように進めていったらいいのか迷うと思うんですけれども、そういった部分でどうしたらいいのかという部分を解説していけたらなと思っております。ズバリ私の、おすすめはコープモードです。まあ私が好きなだという部分もあるんですけれども、いきなりですね、ギャラクティックコンクエストやシュプリマシーといったモードをプレイするとですね、上手い人たちにすぐに倒されてしまって、ポイントやキル数を稼げないで時間だけが過ぎていくというような形になってしまうんですね。なので、コープモードでですね、上手い人と組んでコンピューターを相手にしてキル数を稼いでいくという形にすれば、少しずつですがキャラクターの方を早く強くできると思うんですね。で、そうした強くなった状態でルールもある程度覚えた上で、そういった対人戦モードの方に入っていくのがいいんじゃないでしょうか。もちろんいきなりやってですね、揉まれて強くなっていくというのも楽しくていいと思うんですけれども、私のおすすめとしてはコープモードならですね、ヒーローも確実に4人いるので、どれか1つが使えるんですね。なかなか対人戦モードの方では上手い人たちが使っていて使えないなんていう状況にもなりますので、なのでコープモードがおすすめです。でコープモードの方なんですけれども、やはり、稼ぎやすいマップというのもあるんですね。なので、私のおすすめとしては通路がある、マップですね。長い通路で確実に敵がそこを通ってくるというマップを選んで、その道で待ち受けて倒してキル数を稼ぐという形が一番いいと思います。銀河帝国の時代のジャバ宮殿なんかですと、もう始まってすぐですね、開閉するドアから敵がなだれ込んでくるので、それを待ち受けて撃つというのようなことができますので、なのでそういったですね、稼ぎやすいマップを今日はプレイして見せていけたらなと思っております。それでは始めたいと思います。はい、始まりました。じゃあこちらジャバ宮殿防衛となっております。ここの通路の先からいっぱい来ますので、あ、来ましたね。スポットも取りました。いいですね。こういった、通路の面が一番稼ぎやすいですね。ただですね、スポットしましたけども、実は、そうですね、アンロックなどのキル数というのはキルアシストは入りません。なので、自分でとどめを刺さないとダメです。ここは、手前のあの自動ドアの入り口と、その横の脇の小さい小道と、そうですね、あとは B の側にも確か入り口があって、そこからも入ってくるんですよね。AI の方が良くなってですね、まばらに分かれてくるようになってしまったんですが、それでもまだあえて、入り口から入ってきますので、もうグレネードを投げ込んだりとかですね、あとはヘビーで、セントリーを分回してどんどん倒したりとかですね。ちょっとスナイパーはどこまで行ってもちょっときついんですけどね。僕はもうヒーローにしてしまったらもう虐殺モードですからね。ただ、普通のユニットもキル数の方は稼げますので、ここならスポットの新記録もなんか狙えそうな気もするぐらいですけどね。もうちょっと敵の取り合いみたいになってますが、もう皆さん多分ヒーローのレベルを上げるためにここに来てる感じだと思います。もちろんヒーローじゃなくても普通のユニットもどんどん倒してキル数を稼げますので、こういった通路のあるマップを、選ぶことはちょっと難しいんですが、まあ、あるそうですね、勢力だけは選べますので、時代と勢力を選んで、あとはそのマップが当たるのを、まあ、待っていくみたいな感じですかね。感じですね。第1フェーズ第4フェーズが確かこの面はいいですね。第2と第3は少しちょっと部屋みたいになっていて戦いにくい感じになったんですけど、まあ、できればどういった感じで進んでいくのか、見てもらえた方がいいので、押され込まれたのは正解ですね。ここは、3箇所ですね、右左と真ん中の3箇所から入ってきます。で大体ここで待ち受けて、戦う感じになるんですけども、ここもですね、実はヒーローはあんまり奥まで突っ込めないので、
重火器を持ったようなヒーローでない限りはなかなか戦いづらいので、ここはキル数が、ちょっと突っ込みすぎましたね。ただヘビーなんかですとセントリーを回してバシバシ倒せます。ポンポンも打ってどんどんと、いいですね。今ハンソロが見えたような気がするんですが、ちょっとやられてしまいましたね。ここは入り込まれる前に抑えていればどんどんと稼げる感じですかね。第3フェーズは、階段と小部屋になってますね。なんですけども、ここで待ち受ける感じですね。で、奥は小部屋になってるんですけども、ちょっとそちらは戦いにくいかもしれないですね。ここで待ち受ける感じですかね。ただヒーローが待ち構えてやっちゃってるんで、ちょっとハンソロには復讐していきたいと思います。はい、やりました。で中爆かも、おまけできましたけどな。おまけは無理だったですね。おまけじゃなかったですね。どうやら偽ゴリラだったみたいです。いいですね。ここはもうあそこから入ってくる敵をやるだけなので、とにかく終始稼げるマップになってますのでおすすめなんですよね、このジャバキルドは。このように、敵が奥から攻めてくる形となりますのでおすすめですね。ここは4人しかできないですね。重なってる敵はどうやらスポットできないみたいですね。ただバシバシここはもう稼げますので、みんな取り合いですね。このスナイパーさんは慣れてるみたいですね。ここの場所がいいっていうのが分かってる感じですね。ちょっとスポッて行きたいと思います。楽しく行きたいので、ちょっと入り込んでくるやつはまずいですね。優先して倒さないと。ちょっとまたどこかで、皆さんが、全滅するようなことになるとちょっと押され込まれて負けてしまうんですけども、もう勝ち負けはこのマップに関しては関係ないですね。いいですね。すごく今良かったです。インフィルトレーションの弾がちょうど敵が出てくるところにずっと当たってましたね。いいですね。あと30何秒ですけども、これでキルがどれぐらい稼げるのかといったところですね。多分ですね、ギャラクティックコンケストやシュプリマシーではそんなようなキル数は絶対稼げないと思います。あと8秒ですね。皇帝様がいいぞと言ってますね。そうですね、いいですよね。さあ終わりました。勝利は間違いないですけども、どれぐらいキル数が稼げたかというところですね。結果はこのようになりました。ご覧の通りですね、撃破数がもう160を超えております。アシスト等は関係ないんですけれども、キル数を稼ぐといった上では間違いなくここがいいということが分かりましたね。通路で敵を倒してキル数を稼ぐ、そして武器やアタッチメントをアンロックし、カードをアンロックして強くなっていくというのが一番いいんじゃないでしょうか。今回はこのような形となりましたが終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またよかったら見に来てください。